はい、どうもこんにちは、フーガーです。今回はね、仮面ライダーダブルですかね。平成2期といって、クーガからディケイドまでを平成1期と、区分するんですけど、ダブルから現在のゴーストまでを平成2期というらしいです。はい、まあそこでなんか区分するらしいんですよね。だからベルトも収集物みたいなアイテムに変わったりとか、それでフォームチェンジしたりっていうのが、2期ってことですかね。はい、じゃあビギンズナイトやっていきましょう。はい、ダブルはね使ったことがないね。事務所の助手として働く青年左翔太郎は、所長の鳴海総吉とともに運命の子を救出するという依頼を受けてとある施設に潜入していた。しかし翔太郎の判断ミスにより空を飛ぶ怪物に発見され、総吉は敵の凶弾に倒れてしまう。迫り来る怪物を前にして運命の子は翔太郎に決断を迫る。その手にはベルト、ダブルドライバーとガイアメモリが握られていた。かっこいいな、ガイアメモリって言うとかっこいいな、なんかすげえ。はい、まあなんか半分子怪人みたいなことを言われてましたね、なんかどっかでね。はい、衝撃的なデザインですよね。はい、来た。悪魔と相乗りする勇気あるか。来た。やっぱ仮面ライダーをモチーフにした仮面ライダーらしいですからね、マフラーとかも。まあそりゃかっこよくなるわな、今度にな。かっこいい。てかなんか火の中登場するシーンが多くないですか。アギトもそうだったし、クーガもそうだったし、ディケイドとダブル以外全部そうじゃないか。私の邪魔をする奴は生かしておけないわね。はい、まだだ、俺たちの仕事はまだ終わってねえ。この時翔太郎は意識あったんだな。なんか意識ないように見えたけど。来た。リンゴ、ジョーカーエクストリーム。もうフィリップの声がね、違うんですよね、なんかね。はい、ジョーカーストレンジ、ジョーカーストレンジ行くぜ。お、ジョーカーフェネル。おー、いいね。やっぱこれだな。リンゴ、お前の罪を数えろ。ジョーカーエクストリームいいっすね。はい、これはルナトリガー使ってみるか。よいしょ。あ、サイクロンだ。ゾクゾクするね。全然違うね、声がね。まあ言わないでおきましょう、あの声のことはね、言わないですもん。あんま触れちゃいけないゾーンなんでね。よいしょ。こんな技あったっけ、メタルブランディングって。あ、最初の時あったかな、ルナメタル、ヒートメタル初登場の時やったやつかな。しょうがない、ちょっと記憶が曖昧だな。よいしょ。行くぜ。よいしょ。おやさん、見ててくれたか。ね、スカルですね。そう、おやさんっていうのは、まあ言っちゃえばスカルです。楽勝だっての。多分今回スカルはあんまストーリーに関わらないと思いますね、創世のね。多分。言っても大丈夫だと思うんですけど。驚異的だよ。ああ、そっか、ダブル。いや、じゃあ使っちゃいますか、エクストリームをね。ん、来た。胸、背中、足からグイッと来て、ね、顔。私の怖さ、本人かな、すごい似てるんだけどな。本当にムカつくやつ。どんな悪だろうと。まあね、キックするときガードされちゃうんで決まらないんですよね。よいしょ。ジョーカーエクストリームですよ。お、いいですね。やっぱあれだな、原作っていうか本編もすごいアクションが華麗だったんで、華麗だったんで、おっと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 、やっぱここは忠実なのは嬉しいですよね。うん、アクションキレッキレだったよね。やっぱ動きやすいんですよね、ゴテゴテしないから。よいしょ。あかん、あかん。じゃあエクストリーム使いますか。ちょっと早いですけど。
でーでーダブルエクストリームダブルエクストリーム、よいしょ、よいしょ、あれ体力復活してんじゃん、あれ、え、まあでも本編でも倒せなかったからな、逃げたのか、おーすごい、この街の涙は俺たちが出る、おう、オッケー、まあルナトリガー使わなかったんですけど、まあそんなに使えたイメージないんでね。お、ラトラーダーか、 B ランク、うん、なかなかいいフィギュアなんじゃない。これはあのストーリーの進み具合関係なしにフィギュアは S ランクとか手に入るのかな。はい、じゃあやっていきます。ダブルを助けるということで、じゃあ今回何使いましょうかね。使ってないのあったかな。マッハ使ったっけ使ってないかな。じゃあマッハ使いましょうかね。ちょ、レベルが低いんですけど、使うか迷うな。ドライブタイプデッドヒートが追加されたんで、それ使ってみたいと思います。よし、ラトラーダ入れてみるか。ラトラーダは多分マッハより速い気がするんで、わー寂しくない寂しくない、これ全部集めろってすごい時間かかりそうだな。全部集めたいけど、フレンド体力アップ、フレンドって強力ではできないはずだけどあれ、ラトラーダどこだ、ラトラーダないどこ、あれ使えない、んなんでだろう、使えない、まあいいや、行きましょう。来た、かっこいい、突破しに付き合えよ。よいしょー、オッケー。ん？胸、背中、足からの。まさか忘れてないわよね。うわあ。がっかりだ。一度撤退したはずのタブードンパントが大軍を引き継げて、再び集結。これで終わると思った。うん、よいしょ、ミュージアムの障害は消すわ。ああ、そっか、止め方は走りながら、いくぜ。デッドヒートはね、ちょっとオーバーヒートしちゃうんで、あんまちょっとゲージを見ながら使わないと、あのドライブ自体がオーバーヒートしちゃって使えなくなっちゃうんですよ。よいしょ、やっぱ強いですからね。はい、ワイルドにちょっとオッケー、もう次だ。フォーミュラーでいきましょう。よし、フォーミュラーはね、近接攻撃があの大砲なんですよ。ちょっと使いづらいんですよね。ほら、よし、サイドバッシャー倒したぞ。ほらほら、もういい、トライドに行け、よいしょ、トライドのそのとどめだ。ほら、あ、使っちゃった、使っちゃった、よいしょ、オッケー、よいしょ、オッケー、ん、結構のんびりしてますね。ん、400体多いな。タブーは倒さなくていいのか、これ。ヘビみたいなやつ、はい、あ、虫か、オッケーオッケー、了解です。じゃあこれでバンバンやっちゃいましょう。でー、スピードには自信がある。ほら、これ何がいいんだったかな。ワイルド、ベガスでいきましょう。間違えました、間違えました、そっちが来るならこいつも容赦しない。よいしょ、おらおらおら、こういう範囲がいいやつは攻撃距離っていうか、これが長いですからね、やりやすいですよ。おららら、すげえこと起こった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 、いいっすよいいっすよ、すげえこと起こった、おららららららら、楽勝楽勝、本当に楽勝だよ。いくぜ、飛ばします。ほら、でこれでタイプトライドロンを出します。
トライドロンの方が使いやすいんじゃない？くらえ。止めてくらえ。どーっとなシフトカーみんなの力。よいしょ。これ結局全部出ませんでしたね、コンボが。じゃあこれでドガーンと OK クリアです。1480コンボ。こんな歩き方してたか。本当にムカつくやつね。やるじゃねえか。はい、どういたしまして、まあ、どっちも警察っぽいですよね。警察と関わりがある人ですから。アクセルじゃなきゃダメじゃねえか。ここで根性あるじゃねえか。はい、俺は悪と戦う警察官として、仮面ライダーとして。はい、クリアです。 C ランクやっぱ B ランク取れないっすよ、無理っす。すごい、もうドライブのレベルがもうめきめき上がっていくよ。よし、あ、ウィザードだ。ウィザード使いたい。お、そっちもうまくやったようだな。お、あ、スキップしちゃった、ごめんなさい。ちょっと今のスキップするべきじゃなかった。ね、多分ね、ちょっと先を知ってるんで言っちゃいますけど、もファイズ、オー、ブレイド、響き、カブト、電王、電王使えなかったか、そっか、キバー、ダブル、ファングジョーカー、かっこいい。オーズ、ファングジョーカーはでも別の扱いなんだな、ダブルだけど一応。オーズ、フォーゼ、ウィザード、お、ウィザード来た、ガイム、お、オートバジン。オートバジン使えたら、もう怖いもんなしでしょ。え、ソーサラーもう出ちゃうのか。ボーナスミッションなんでこれは飛ばしますね。はい。次回はどうしようかな。次回はね、これボーナスミッション一応じゃあ、終わらせて先見ますか。じゃあボーナスミッション終わらせていきまーす。はい、クリアしましたということで、ウィザード使ったんですけど、やっぱいいっすね。はい、まあどっちも僕は好きなライダーなんで、ウィザードとファイズはね、やっぱスタイリッシュっていいですよね。はいはい、 OK です。ということで、次のパートどうするかっていうのを、はい、こんな感じになります。クーガー、これどうしようかなって迷ってるんですけど、一つずつやってったら時間かかるんですよね。まあやっていきますけど。お、シャドウムーンさん。ちょっと見ちゃった。じゃあね、まあ、クーガとアギと飛ばしますか。リュウキからじゃあやっていこうかな。うん。クーガとアギとはもう2回目を見ちゃうってことになっちゃうんで、申し訳ないんですけど、リュウキからいきます。リュウキ、ファイズで、ブレイド、響き、カブト、電王、電王も飛ばしたいんですけど、で、キーバー、ビビー、え？ディケイド、で、ダブル、ダブルこれ、なんかあれですね、ダブルとディケイドはなんかクーガ、ユースケが出るんで、と、これ、ジョーカー、仮面ライダー、ジョーカーが出るんで、飛ばしません。クーガとアギトは飛ばします。多分変わりがないんでね。で、フォーゼ、あれ、ガイムがいない。ガイムがいない。あれあれで、シャドウムーンでいきましょうかね。はい。はい、そうします。まあ、最初の2つを飛ばすんで、よろしくお願いします。はい、じゃあ今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また明日。